今月召集される通常国会に提出されるとみられる銃刀法の改正案について、熊や鹿について研究している市民団体が改正案に反対する声明を出しました。エゾシカ、ヒグマをはじめとする野生動物対策について甚大な影響を及ぼすことを大変危惧しております。改正案に強く反対いたします。今日札幌で銃刀法の改正案に反対する声明を出したのは、研究者や市民で構成するエゾシカ協会とヒグマの会です。警察庁は安倍元総理の銃撃事件や長野県で住民と警察官合わせて4人が猟銃などで殺害された事件を受け、銃刀法の改正案を今月の通常国会に提出するとみられます。今回2つの団体は、このうちライフル銃と同様に所持が厳しくなるとみられるハーフライフル銃の規制強化に反対しています。ハーフライフル銃とは何か、札幌市東区の銃砲店に聞きました。これがハーフライフルですね。そうです、見た目はもうライフル銃そのものですね。この銃身が全部溝を切られているのはいわゆるライフルと言います。で、ハーフライフルというのはこの銃身の半分だけ溝があるのをハーフライフルと言われております。中にこう螺旋状になっております。まさにこの銃ですと、ここからこの半分が中にライフリングが残っていると。ここの中の螺旋に弾が入るんですけども、でその先が溝に食い込み回転をしながら飛んでいくという構造になっています。日本で所持が許可されている銃の中ではライフル銃が最も威力があり命中精度も高いのですが、散弾銃を10年以上所持することなどの条件があるため、道内で害獣駆除などを行う若手や初心者は散弾銃の3倍ほど射程距離が長いハーフライフル銃を使っています。一方、長野県の事件では犯行にハーフライフル銃が使われたとされています。5年後10年後にその熊対策を担う人がいないと、まあ、高齢化がまさに進んだ時に気がつけば若手もいないというような状況になってしまう。今回の銃刀法の改正が道民の安全につながるのか、国会での議論が注目されます。